は神奈川県の佐島漁港です。佐島漁港、はい、ね、今もああやってなんか漁師さんたちですか。ね、水揚げしてるもん ね、そうですね。まあ、そんな佐島漁港で、はい、はい、今日の天気、うん、どうでしょう。予報は晴れです。そう、予報晴れだったんですよね、はい。でもなんか降ってるね。どんどん雲行きが怪しくなって、着いたら雨が降り出して沖島さんクオリティが半端ないです。まあでもね、曇りはいいって言いますもんね。うん、まあね、渡辺にとっていいんじゃない一応適当ですね。はい、まあ、じゃあ今日はそんな適当な沖島さんと一緒に、はい、今日の釣り物を発表したいと思います。はい、今日はこちらです。ででん、タコ。あ、うまいね。あ、うまいですか。褒められると、ちょっとペロンと入れると、ペロン、タコ八郎さんなんですね。そうなんですか。ご都合30年ですプチ情報。タコは運です。お、今日の人と心得、タコは運。タコは運、うん、あんまりこの手さばきとかは関係がない、うん、なくはないんだけど、タコが釣れるか釣れないかは究極は運。なるほどそれ魚釣りもほぼほぼそうなんじゃないですか。いや、そんなことない。タコほど運が左右する釣りはないと思う。へえ、そうなんや、うん、初めての人がね、はい、10杯ぐらい釣って、うん、超ベテランがゼロってこともあるから。なんでなんですか。だからそれが分かんない。あ、分からないんですか。うん、タコだから。タコだから。タコの気分。タコの気分今日は竿じゃないんですね。いいでしょう。すごい。これね、手釣り糸。おー、ほうほうほう。手釣り糸で、はい、これタコテンヤって言います。これは重り45なんだけど。なるほど。これに掛け針がついてて、うん、石ガニが縛ってあります。石ガニ、うん、一応地元の海で取れてるのは石ガニ。やっぱ地元のもので釣った方が釣れますよね。気持ちがいいから。気持ちがいい。まあ、丸ガニとかエッチガニとかいろんな感じ使うんだけど、まあ佐島の鶴丸さんでは石ガニを使ってます。へえ。で、これをこれね、こう例えばここが海底だとするじゃん。はいはいはい。そしたらスルスルスルって下ろしていって、うん、一番そこまで下ろしていって、はい、つけます。はい、ポン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 、こう手で糸を持ちながらこう誘ってあげる。あ、この指、あ、いつの間にかリップサックいつの間にか。するとタコがこれを、あ、餌が来た。タコが来た。タコが押さえつきます。すると、ほづけなくなる。あ、ちょっとこれ、止まるってことですか。持ってみて。ほづけないでしょ。あ、ちょっとタコさん離してもらっていいですか。ちょっとこうしてたのが。はい、で、あ、はい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 。したら、合わせて合わせてダメ。あ、ダメなんですか。カニが逃げちゃうよ、カニ逃げちゃうよ。ちょっとこうやってね、こづいてあげる。じらす。さらに乗る。で、さらに乗ったら今度はよく手見てる、はい、ゆっくりと手伸ばしていって思いっきり合わせる。その時の速さは、速さは動作としてはこれぐらい。うーん、よいしょって感じ。よいしょ、あの大量ぐらいで。あ、大量って感じで合わす。あとタコがぐーっと乗ったと思ったら慌てて合わせないでじらす。大体ね、10から20秒ぐらい。10から20秒。じらす。じらす。ずんずんずん。逃げちゃうよって感じ。で、もしそれが根掛かりだったら、それがやった間に外れるから。ああ、なるほど。タコなら外れない。そっかそっか、ずっと重いままってことですね。その後に、よいしょ、大量。したら、大量ってやった後は、その後は軽めないで手繰り続ける。うわー、それ難しそう。もう、下に向けたらタコ逃げちゃう。ああ、そっか。じゃあ、運に任せて。うん、こづいていきたいと思います、うん、頑張りましょう。はい、頑張ります。さあ、いるよ。どうも、魚芸人ハットリです。はい、今日はですね、タコ釣りっていうことで、まあ、即死にガンガン絡みながら、なんかそういう面白い絵が撮れるように、まずはしっかりと1杯、2杯とキャッチしたいと思っております。頑張ります。うーん、大量。どうも、魚芸人の空
花さゆりです。取られた。いや前回ね負けて水着にさせられてしまったので今回は勝ちたいと思います。頑張ります。さゆりよ。バンバン使うやん人のやつ。俺がなんかあんまやんないからバンバン使うやん。ポイントに着きました。あっという間だ ね、めちゃくちゃ近いですね。港すぐそこだからね。すぐそこですもんね。どこだっけ、あっち。まあ全体にあの辺もう出てすぐこんなところにタコがいるんですね。タコは逆に近い方がいい。あ、そうなんですか。逆に近すぎるといけないからちょっと離れてる。あ、そうなんだ、はい、ちなみに水深はこれ何メートル。今さっき8メーターですか。8メーター、うん、結構浅いところにいるんですね、うん、逆に浅くないと手釣りでできないしね。あ、そっかそっか、はい、そうですよね。40メートルこんなんできないです、まあ、50まで頑張れるんだけど50までは手釣りで頑張れるんだけど、タコは大体10メーター前後、10メーター前後、タコだけに8メーターというところからスタートということ、はいはい、あ、そうだね。足がね、はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。頑張ってみましょう。やってみましょう。美味しいタコを、はい、頑張りましょう、はい、やります。頑張ります。よし、じゃあタコ釣り始めまーす。頑張りましょう。よし、よっしゃ。どういう風に落としたらいいの、ね、投げない方がいいの。投げないで下に下ろしてください。はい、根が荒いとこは投げると根がかっちゃうから。も結構細かくトントンした方がいいんですか。来たの。あれ、なんか怪しくないこれ。お、風が来た。重くなった、したらじらして。じらして。手を思いっきり下に伸ばしていって。糸を滑らせて。10秒ぐらい待ったらいいよ、やっちゃって。ですか。手を少し下に伸ばして。伸ばして、そこから。大量。これ持ってんのこれ。あれでも。いや、なんか軽い気がする、これは。軽いな。合わせた後止めない方がいいよ。うん。なんもいないね。重かった気がしたけどな、一瞬。まあ怪しかったら合わせた方がいい。はい。でもなんか根がかりっぽくはなかったっすよ。なんかウィーンって重いような気はしたけど。仕掛け浮いた。開けた後。そうだね。根がかったら浮かないもんね。え？根がかりかな。いやいや、まあ、全部疑った方がいいよ。嘘。え、そうなの？根がかりじゃないかな。でも、ジョイーンってなってる。お、取れた？重くない？あ、今外れたかも。重たかった。ついてたかも今。これ難しい。難しい。大丈夫。難しいよ。大丈夫、タコだったら釣れてるから。タコじゃないから。それタコじゃないの。タコだったら釣れてるから。今何を信じたらいいのこれは。分かんないよね。ちょっと何も信じられない。あるから。あ、まあそっか。何も信じられなくなってますよ今。来るか。うわー、出たー。どうした。お、マジか。タコでーす。めっちゃ水ぶっかけられた俺。お前、一番じゃないぞお前。おー、タコです。な、わかるから多分。ちょっと可愛いけどね、これマダコ、うん、なんか、お父さん、毎回自分の有利な状況に結構持ってくるんですね。ワクワクが。これがね、タコ面白いよ。しよった。おお。どうですか。服部君の逃がしたタコだと思う。思います。服部君の逃がしたタコだと思う。どんな使って…あー、ちょっとそんなちょっと今芸人的なやついらない。今そういうのいらないから。いらない。ちょっと、あー、ぬるぬるがもう残念だな。あー、ちょっと…あー、気持ち…あ、でも、悪くない。悪くない。どういうプレイ。私も釣りたい。
のがね、なんか違ったんかな。タコでしょ。大漁よかった大漁あー一足さあ絡むぞ君と僕はさあやってもらおうかはあちょっと積極的すぎるってこれゴールなんすかしてね、はい、美味しくいただこう、はい、いただきましょう、うん、また来たいと思います。